こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ユニクロの春のニットで最強はこれに決定というテーマでお届けをしたいと思っています。まあそろそろですね、皆さんも春物少しずつですね、チェックし始めてる時期かなと思うんですね。まあその中でも気軽にトライしやすいのは、僕はですね、アウターの内側に着るようなニットだと思ってるんですね。まあコートがダウンだとか、あとはチェスターコートのような冬物でも内側に着るニット が春物だとですね内部華やかで季節感をですね先取りできるかなと思うのでぜひ皆さんもですねニットから春物もをですねトライしていただきたいなと思うんですねまあ、ユニクロには様々なニットがありましてまあ、その中で僕はですねまあこれが一番だろうというものをですね今回持ってきたわけなんですがこちらですね3 d クルーネックセーターの色はライトグレーですね これが数あるユニクロのニットの中では一番良かったんじゃないのかなと思います。まあ、他にはどんな選択肢があるのかというと、コットンのクルーネックセーターですね。こちらの画像を見ていただきたいなと思うんですが、まあ、定番的な薄手のコットンのですね、セーターもすごくいいかなと思うんですが、僕はですね、この手のセーターというのはですね、どちらかというと、ロンティーのような感覚で、ジャケットの下に着たいだとか、ライトのアウターの下に着ることが多いんですね。まあ、これはこれでいいんですが、 ちょっと今っぽさというところでは、これぐらい薄いものよりは、 ちょっと中肉厚ぐらいの方がいいかなと思うんですね。他には選択肢として、ちょうど中肉厚のモックネックセーターですね。こちらのものもあるんですが、これまたですね、すごく良いものなんですが、どうしても首元がモックネックになっているので、1月2月ぐらいはいいかなと思うんですが、それから先を見越すと、スッキリとしたクルーネック型の方が、より長く使えるかなと思うので、まあそういった比較の中では、こちらの 3D ニットが間違いのない選択かなと思ってるんですね。で、こちらのニットなんですね。 ですけども、カラー展開が4色ありまして、その中でも僕はですね。断然ライトグレー推しなんですね。それはなぜかというと後ほどですね。しっかりと着ながら解説したいなと思ってるんですが、最も使い勝手が良くて1枚あると様々な着こなしに合わせやすいというところが、まあ、最大の理由かなと思います。このニットめちゃくちゃ良くてお勧めしたい商品ではあるんですが、サイズの選び方にちょっとネックがあったりだとか。あとはですね。襟周りのデザインだ。とか 袖だとか、このそのあたりのリブですね。このあたりが昨シーズンのものに比べると変更があって、そのあたりに賛否両論が起こっているので、今回はそのあたりについてもしっかりと解説をしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、実際に来ていましたが、どうでしょうかまあ、なかなかですね、雰囲気良くて、個人的には大満足の仕上がりなんですが、まずはですね、サイズについてお伝えしたいなと思うんですが、僕は身長164センチ、53キロと小柄な体型なんですね。本当のジャストサイズで言うと S なんですが、最近はトレンド感を取り入れながら、M サイズを選ぶことがほとんどなんですね。ですが、今回選んだこちらの 3D ニットはですね、なんと L サイズなんです。 通常の僕のサイズよりも2つ上げているわけなんですが結構サイズ感がコンパクトなんですねここは注意が必要かなと思います僕もいろんなブランドのニットを買っていますが、まあ、セレクトショップのオリジナルだとかドメスティックブランドのニットと比べるとこちらの2サイズアップのニットでもそれでもコンパクトぐらいなですねかなりタイトめな仕上がりかなと思うのでそのあたりは実店舗に行って試着をしながら選ばれるのが良いかなと思います まあ、ベーシックに着こなしたい方でも通常よりもワンサイズアップちょっとトレンド感取り入れたい方はツーサイズアップぐらいでちょうどいいかなと思うのでそのあたりは注意が必要なのかなと思っていますでこのニットですね 3D ニットというところで特徴的なのは、まあ、通常ニットだと 肩のあたりですとか脇の部分ですね。ここに縫い目があるんですけども、こちらの 3D ニットに関してはそういった縫い目が一切ないので、かなり肌触りがいいんですね。そして体にフィットするような立体的なシルエットが実現されているので、そのあたりは他のニットにないような満足度の高さは確かに感じることができるかなと思います。しかもこれが3990円で実現できるというところは、やはりユニクロぐらいの大きな規模感のある企業じゃないとなかなか 実現ができないところかなと思うので非常に満足度が高いです。表面の質感なんですが凹凸感があっていわゆるですねコットンの丸くみのニットに比べるとちょっとこう表情があるんですね。この辺りも着ていて平坦に見えないので個人的にはすごく気に入っているポイントです。そして厚みもですね中肉厚になっていまして今撮影しているのは2月の上旬なんですが2月からもちろん着ることができるんですね。3月4月そして5月の前半ぐらいまではまあち にによよってはは着るるここととととができうううなななちょうどいいいいい厚みというところも個人的すすごく良いポイントなのかなと思いますそしてもう一つですね、触れておきたいところとして、首回りのですね、デザイン。ここをですね、よく見ていただきたいんですね。割とネックが深めになっているんですよ。ここが好き嫌いが分かれるポイントかなと思います。まあ今回は深めになっているので、その結果どうなるかというと、下に僕は白 T を着ることが多いんですが、その時に下の白 T を着ることが多いんですが、 だいたい1センチ前後ぐらいですね。 ちょうど見えるような設計になってるので、レイヤードを組む際にはすごくですね、バランスのいいネックラインになっているかなと思います。一方で、襟周りに関してはもうちょっとフィット感あってもいいのかなと個人的には思ってるんですね。見える分量はもう少し少ない方が好きなので、僕的にはあと0.5センチぐらいネックのフィット感があるとさらにいいかなとは思うんですが、このあたりにちょっと見え方の特徴があるのかなと思います。また、先シーズンの 3D ニットと比べると、襟周りですとか、 このような袖と裾の部分ですね。ここにですね、しっかり強めのリブがついてるんですね。幅も割とですね、しっかりめについているんですが、前回まではですね、もうちょっとスッキリとしたリブ使いだったんですね。そこがちょっと特徴的で、3D ニットはですね、他のニットとの違いが感じられたんですが、今回は割とベーシックなニットの仕様になったので、そのあたりが残念に感じている方がいらっしゃるのも事実としてあるんですが、個人的には、昨年の 3D ニットのエリマ 周りの雰囲気はあんまりしっくりこなかったんですね正直着心地もいいし質感はいいんだけどちょっと癖のあるネック周りだなというところでは好き嫌いが分かれるかなと思ってたんで個人的には今回のアップデートの方が好きですですがこのあたりは結構人によって大きくですね考え方が変わってくるかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもですね店頭で見ていただきたいなと思います昨年に比べるとより癖がなくてベーシックで使いやすいデザインになっているというところでは僕のチャンネルの視聴者の の方にはかえって良いアップデートかなと思うので、そののりもでですすね個人的にには気に入っっててるポイントなのかなかと思っていますで色合いの話なんですが、これ4色展開なんですけども、ネイビーですとか、イエロー系ですとか、あとダークグリーンだったかなこのあたりがあるんですね。ダークグリーンとかもすごく良かったんですが、やはりですね、春ニットの魅力というのは明るさだと思うんですね。着るだけでちょっと華やかになるような色合いがいいかなと思うんですが、まあそういった意味でイエローみたいな選択肢もあるんですけども、ちょっとインパクトを 強すぎるので、今回はこちらライトグレーということで白のようにパッと明るすぎることもなくて少し曖昧な色合いというところも楽しめるのですごくベストな配色だったかなと思いますこの色だったらもう冬の段階から来てパッと明るい色として十分に使うことができるのでぜひ皆さんもですね今時期から活用していただきたいなと思っていますまあ春だったらですねこのように白 T と こちらのニット、レイヤードで着てもらうというのが一つ、コーディネートの手段としては有効かなと思うんですが、まあ今だとなかなか難しいかなと思うので、この上にですね、コートだとかアウターを着るというのが、まあ一般的になってくるかなと思います。ですので、この後ですね、この上に、まずは冬用のコートを着てみたいと思うんですね。今すぐ使えるよというところで冬用のコートを着て、その後には春用のコートとの相性も見ていきたいなと思うので、ちょっと着替えてみたいと思います。 はい、ということで、3D ニットの上にですね、冬らしいですね、ウールのチェスターコートですね。こちらを羽織ってみましたが、いかがでしょうか まだまだですね、寒い時期、3月のですね、後半ぐらいまでは続くかなと思うので、まあそのような時にはですね、ウールのですね、チェスターコート、もしくはステンカラーコートなんかを着られる方も少なくないかなと思うんですが、まあアウターが冬仕様でも内側に着るニットがですね、このように春のカラーですとか素材感だと、だいぶですね、季節の先取りができるので、まあぜひ皆さんにも試していただきたいんですね。意外と素材感を変えるだけでも気分も大きく変わると思うんですね。 結構冬って長いので、同じような着こなしばっかりすると飽きてくるんですね。ですのでニットだけ冬用のウールからコットンですとかアクリルを使ったものに変えてあげると、だいぶですね、気分的には新鮮に感じられるかなと思います。今僕が着てるのはモカカラーのものなんですが、このようなベージュですとかブラウン系、モカ系のカラーっていうのと、ライトグレー非常に相性がいいので、ぜひ皆さんにも試していただきたいなと思うんですね。他にはネイビーですとか、ブラックですとか、チャコールグレーですね。 この辺りの色合いとも結構ですね、このようなライトグレー合うので、お手持ちのアウターと基本的に合わないものはないんじゃないのかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、冬用のアウターと皆さんも合わせていただきたいなと思っています。 ちなみにボトムスのカラーなんですが、まあ、このライトグレーに合うもので、僕はやっぱりなんだかんだで、ブラックですとか、ダークグレーですとか、ネイビー、このあたりが相性がいいかなとは思います。まあ、特に今回はですね、上半身がこういったモカとかグレー系の曖昧なカラーなので、ブラックで引き締めてあげるのが一番手軽かなと思うので、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。で、足元はですね、白レザースニーカー合わせてるんですが、襟元から少し白 T が覗くので、こことリンクをさせるという意味では、 白レザースニーカーがいいかなと思いますしまあ、トレンド感取り入れたいのであればニューバランス系でもいいかなと思うのでそのあたりはお好みで選んでいただければなと思いますこの後ですね春コートですね3月後半から4月なんかはですねもうちょっとライトなアウターになるかなと思うので、まあ、そういったものに着替えてみたいと思います はい、続いてコートを着替えてみました。先ほどはですね、モカカラーの冬らしいですね、ウールのコートを着ていましたが、今度はですね、一気に春らしいベージュのステンカラーコートを着てみましたが、このようなコートとライトグレーのですね、3D ニット、一番相性がいいんじゃないのかなと思います。 ベージュのような柔らかいカラーと、あとはライトグレーですね。まあ、両方とも明るめのカラーで少し曖昧さがあるんですが、このような2色は相性抜群なので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、合わせていただきたいなと思っています。で、内側にはですね、また白の丸首の T シャツを合わせながら、少しだけ明るさを取り込んで、 まあ、ボトムスは先ほどと同じですね。もう鉄板のブラック系のパンツで引き締めてあげれば、まずコーディネート失敗することがないのかなと思います。で、足元はですね、先ほどは白のジャーマントレーナー合わせていましたが、今回はニューバランスのグレー系のスニーカーを合わせています。まあ、このような 3D ニットがライトグレーなので、割とですね、ニューバランスのグレー系は良い形でリンクをするので、相性が抜群かなと思います。まあ、このまま着こなしがですね、完成してしまうので、こういった春 コーデの中にライトグレーの 3D ニットめちゃくちゃ合うので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。 もう一つだけ追加でご紹介させてください。先ほどまでですね、チェスターコートですとか、ステンカラーコートのような、ロング丈のアウターを羽織っていましたが、今僕が着てるような、ちょっとこう、ミドル丈ぐらいのアウターでも、かなり相性がいいので、ぜひ皆さんもですね、お試しいただきたいなと思います。今着てるのは、これ、先日動画でお伝えしましたが、ユニクロの UTT デニムジャケットですね。インディゴカラーの色合いと、ライトグレーも、これまた相性がいいので、 様々な着こなしがやっぱり想定できるかなと思います。昨シーズンのユーティリティジャケット、オリーブ系のものとか、皆さんお持ちの方もいらっしゃるかなと思いますし、そういったものとも相性がいいので、ほとんどですね、白ニットと同じように、プレーンにですね、このようなライトグレーのニットは使いこなせるかなと思うので、ぜひこのような着こなしもですね、皆さんトライをしていただきたいなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではユニクロのこの春ですね、最強のニットとして 3D クルーネックセーターですね。こちらを皆さんに全力で解説をさせていただきました。価格が3990円ということで、まあ、相変わらずですね、ユニクロらしいお手軽な価格で、なおかつですね、クオリティめちゃくちゃ高いと思いますね。やはりユニクロぐらいのですね、世界規模の企業になってくると、使っている素材ですとか技術が非常に高くて、それと比較すると、 ると価格がぐっと抑えないので、なかなかこのニットを超えるようなものは。 同価格帯ではまず見つからないかなと思います。デザイン性もいいし、着心地もいいし、なおかつカラーも含めて、春の着こなしに合わせやすいので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。ただ先ほどもお伝えした通り、サイズ選びですね、ここがすごくネックになるかなと思うんですね。通常のご自身が選んでるサイズよりも、ワンサイズ、場合によってはツーサイズぐらい上げるぐらいで、ちょうどですね、バランスが取れるようなニットかなと思うので、ぜひ皆さんも 実際に試着をしながらですね、そのあたりは検討していただきたいなと思っています。これからもですね、このような形で、こちらのチャンネルではメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っているんですが、もう少し中級者の方に向けたアイテムですとか、コーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ運営しています、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で、しっかりめに解説をしています。週にオリジナルの動画を4本出していまして、そのうち1本はですね、ライブ配信も行っています。皆さんからのご質問に直接お答えしな なながらワイワイイと楽しむような動画をやっていますので気になる方は概要欄からチェックをしていた、だきたたいいなと思ってまますまた普段ですね、なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンもやっています。こちらの方では、文章と写真ベースでおすすめのアイテムをですね、どんどんご紹介してるんですね。まあ、大体一記事あたり1分ぐらいで読めるような分量になっていまして、僕の方でも1日2回投稿しています。そして僕以外のスタイリストの方ですとか、あとは参加者の皆さんもですね、記事をし、 執筆することができまして日々いろんなですねファッションの情報が得ることができる場所になっていますので気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの小山ちゅんでしたまた次回の動画もお楽しみに